はい、本日はですね、こちら中袖4点をですね、徹底比較していこうというふうに思います。ということでですね、こちら皆さん誰もが知っているブランドをずらっと並べさせていただきました。まず手前からですね、ユニクロ、そして無印、そしてノースフェイス、そしてジョンスメドレーということで、ほとんどの方が聞いたことありますよね。で、ユニクロといえばそれ安くていいもの。だから無印ってどうしかったら服っていうイメージよりかは、なんか雑貨とかそっちかなっていう方もいらっしゃるかもしれないし、ノースフェイスといえばマウンテンパーカーのイメージあるけど、あんまロンティーはなとか、あとジョンスメドレーって、あ、なんかいいやつなんやなぐらいな感じだと思うんですけども、これ見ていただいたらですね、なんでそんな値段が違うか、なんでそんな見た目が変わってくるんか、雰囲気が変わってるんかっていうのをですね、お話しできると思いますので、本日の流れとしてはですね、まずはこの4つ全て着用していて、それぞれ価格差としてはですね、ほんま10倍とか20倍30倍ぐらい差あるやつもあったりするんですけど、まず着ていきます。で、あ、こんな感じですね、あ、スタンダードですね、トレンドですねとかっていろんな話をしていって、その次に縮みはどうですかと、縮みやすいのってどれが一番縮みやすいですかっていうのもですね、お話して、実際着た感じの着心地、あ、これ着心地いいですね、あ、これあんまり着心地よくないけど頑丈そうですねとかっていう話をねさせていただいて、最後におすすめの方、こういう方にはこのこういったカットソーとかこういったニットを選んでくださいっていうところをねお話していこうと思いますので、まずはですねこちらユニクロの方からいきたいなと思います。ユニクロの方ではですね、こちら値段がですね、1990円というかなりお買い求めしやすいような値段、こちら L サイズですね。で、その次に無印の方、こちらはですね3990円で L サイズ XL サイズ、そしてノースフェイスの方はこちら7920円の L サイズ、そして最後ジョンスメドレーが35200円の L サイズということで、着用していきたいなと思います。ではですね、まずはユニクロの方から着ていきたいなと思いますが、ユニクロこちらです。全てね L サイズで着てると思っていただければいいかなと思うんですけども、あのこの春出たばっかりのねユニクロ U の、ホワイトのロンティーカットソーですね。どっちかっていうとシルエット的にはボックス型になってるから、サイズ上げれば上げるほどオーバーサイズっぽく着れるような感じで、ジャストサイズのやつってあんま上げたらね次着丈長なるじゃないですか。でもこれボックス型やから、あんま上げてもね着丈は長くならずにこうゆったり着れるっていうようなね、もういかにもトレンドっぽい、シルエットになってるっていうのがこのユニクロの方ですね。で、着心地も、あ、なるほどこんな感じかっていう感じで、まあ後で言いますけどね。じゃあ次、無印行きたいなと思います。はい、では次はね無印着用しました。どっちかって言ったらサイズ感的にはスタンダードな感じじゃないですかね。別にオーバーサイズっていう感じでもないし、まあスタンダードな感じのサイズ感かなと思います。だから適正サイズを買っとかんと、あんまり上げするとダラーンとこうだらしないような着こなしになるっていうようなね、まあスタンダードな形を採用してるんかなと思いますね。微妙に違うなと思うのが、唯一これだけ袖のリブがないですね。あとはね全部袖のリブがあるんですけども、これだけこういうなんていうの、もう、まあ、切りっぱなしと言いますか、この切って折り返して塗っただけみたいなね感じになってるんですけども、こういったサイズ感ですね。初めて僕ちょっと着てみたんですけどね、あ、なるほどなという感じで、次ノースフェイスいきます。はい、まあこれもですね、どっちかって言ったら、まああの同じ L サイズなんですけどね、これもどっちかって言ったらスタンダードな感じですかね。ノースフェイスだったらもっとトレンドっぽい感じのオーバーなんかなと思ったら、結構スタンダードな感じのサイズ感かなと思います。だから上げれば上げるほどもっと着丈も長くなっていくようなね、まあイメージなんかなと思うんですけども、こちらがね L サイズということになっておりますね。まあ先ほどのユニクロもそうやけどね、このノースフェイスもちゃんとリブがねギュッて締められてるような感じになってて、僕このタイプ好きなんですけどもね、あんま締められてないの好きじゃないけども、まあ、これはしっかり締めてくれてるというような感じになってて、最後は3万円するジョンスメドレーに行きたいなと思います。はい、とまあこんな感じですね。ジョンスメドレーもこれは L サイズで着用しておりますが、サイズ感的にはですね、まあ本場ジャストサイズかなと思います。やっぱ各ブランドねそれぞれちょっとサイズ感というか着た感じの雰囲気ってだいぶ違うかなと思うんですけど、同じ L でもね、あ、ちょっと違うねと、雰囲気確かにちゃうねと、まあ、第一印象で、ね、あれがいいこれがいいかなっていうのがあったりすると思うんですが、まず着用した感じはこんな感じ。次ですね、縮み、これ実はね縮みってもう洗う前から大体分かってるんですよ。まあなんで分かってるのっていうのは後々喋るとして、まず縮みにくいのからいきましょう。縮みにくいのはですね、こちらユニクロの方はねあんまり縮みがそんな出ません。もちろん多少は出るんやけども、他のやつに比べると出にくい。でコットンってね、これってまあコットンって表記されてるんですけども、こんな感じで綿ってね書いてますが、まあ綿言い方変えれば英語はコットンって言いますけどね、どっちでも綿でもコットンでもいいけども、まあ、コットン 100% で作られてるやつっていうのは、まあどっちにしてもね縮みが多少あるんですよ。だからジーパンとかもね洗ったらちょっと縮むじゃないですか。あんな感じでね、コットンっていうのはもう天然繊維やからやっぱ縮んじゃうよということで、コットンでそもそも何かわからん方もいらっしゃると思うんですけど、こっち見てもらったらね、こんな綿あるでしょ。でこの植物の綿の白のふわふわをね、こうやってね幼稚園の時のね、あの粘土アスみたいな感じでグーッとかねスリスリするんですよ。でこれを寄るっていう言い方するんですけどね、こうスリスリしてったら糸ができるんですね。でその糸で編んだり折ったりされたのがこれなんですよ。でコットンの中でもまあこれはねそんな縮みが出づらいと。で同じく縮み出づらいのはこのノースフェイスのやつもあんまり縮み出づらいです。だからね、まあ、洗ったりとかしても多少は縮むんやけども、他の方がめちゃくちゃ縮みます。だからまだマシな方、縮みはするんやけどもまだマシな方、そして結構縮んでくるよっていうのがですね、次無印のやつです。これ僕まだ一回も洗ってもないし、まだ
タグついてる状態ですけどね、これはちょっと縮むと思います。で、まあ、理由はね、まあ、次喋るとして、これはグッと、まあ、縮みが出てくるっていう感じで、さらにもっと縮むっていうのはこのジョンスメドレです。これはねかなり縮むんで、もうワンサイズツーサイズ開けた状態でね、まあ、買ってもええかなと思うぐらいなんですが、これに関してはね致し方ない部分もあるんですよ。なので縮む順番としてはもう最も縮むのはこのジョンスメドレーがもうギュッと縮みますと。でその次この中で言うなら無印が縮みますと。でその次はですねノースとユニクロは同じような感じ、もう縮みも同じような感じだし、そもそもの素材自体は違いないからね、まあ同レベルって感じなんですよ。で次着心地どんな柔らかさがありましたかと。結構ガシガシしてんの俺好きやねんとかっていう方はね、これを見ればわかるっていうのがあるんですよ。何かというと、なんか無印のところにねこの商品名なんか書いてあるんですよ。この長袖シャツの上にねちっちゃくね蝶々面って書いてあるんですね。天竺編み、まあこれ天竺って T シャツ全部天竺編みなんですけど、蝶々面って何ですのと。洋服ってねこう若干際立ってるの分かります？これいいカメラやから分かるはずやねんけどな、こうバーってね際立ってるんですよ。でねこんなね最初はね短い糸なんですよね。でそんな短い糸をね合わせて一本の糸にしていくんですよ。でこの短い糸っていうのが普通は2ミリとかもうこんな短いんですよね。でこれをいっぱいつなげていって一本の糸にするんだけど、こういう蝶々面っていうのは3ミリ 3.5 ミリとか長いんですよね普通よりも。でそれを使ってるからこの無印のは蝶々面って言われるんですよ。でや長いってことはそんだけつなぎ合わせるのがね少ないんですよね。短いのやったらいっぱいバーって何百もつなぎ合わせなあかんけども、長かったら例えば3つだけつなげたら1本になりますよって、まあそんなことないけどもそうなるじゃないですか。ってなった時に着心地が絶対的にいいのが蝶々面なんですよ。で短面って言われるのはねこの辺短面なんですよね。ユニクロもノースウェスもこれは別に短面なんですよ。そんな別に蝶々面使ってるわけじゃないから、どっちかというと着心地がガシガシした着心地になりやすいっていうのがこのユニクロの方もそうやし、ノースウェスの方もそうっていうことになってて、これはどこで見たらわかんのというとですね、基本蝶々面は蝶々面って言ってます。で逆に何も言わへんってことは短面の可能性の方が高い。だからこのジョンスメドレも同じく蝶々面です。で蝶々面の中でもランクってまたあるんですよね。例えばアメリカにもスーピマコットンっていう蝶々面があります。これ世界三大コットンと言われるんですけどね、蝶々面、スーピマコットン、そして中国のコットン、エギザコットンということで、この3つがね世界三大コットンって言われるんやけども、そのもう一個上が実はあるんですよ。そんなんあるのってなってくると、スビンコットンってやつとシーアイランドコットン、これシーアイランドコットンなんですよ。もうコットンの宝石、もうコットンの中でもシルクのようなコットンって言われてるので、こんな柔らかいんですよね。でそういう長い糸をいっぱい合わせてると。で長い糸っていうのは特定の地域の場所でしか栽培できないので、ほんまに少量しかないよということで宝石だって言われてるんですけども、それによって次着心地いくんですけどもね、やっぱり短面のってどうしかっていうと着心地が悪いというよりかちょっとガシガシするんですよ。だから日焼けした肌とかで着たら分かるんですけどね、ちょっと硬いとか痛いとあるじゃないですか。肩めっちゃ日焼けして T シャツが着たりしても、なんかカサカサし痛いっていう時っていうのは、どっちかっていうと短面の糸が合わせ合った T シャツが着てると着心地がちょっと悪いんですよね。だからどうしても痛かったりするんやけども、こういった蝶々面、無印とかジョンスメドレーとかの蝶々面って日焼けした後とかでも着てもサラッとしてるんですよ。でそれはなんでなのっていうと、糸がそもそも長いから、女の子も三つ編みした時にね、ショートカットの女の子の三つ編みってもう毛いっぱい飛び散ってるわけなんですよね。ただめっちゃ髪の毛長い子の三つ編みって綺麗に飛び毛っていうかこう枝毛がなくいくじゃないですか。本来やっぱ柔らかいんですよね触った時。でそれと一緒でこの辺の蝶々面も柔らかいから着心地がいいんで、糸素材だけで見るとですね、実はユニクロとノースフェイスってそんな違いないんですよ。だから値段は確かに1900円と7900円から4倍ぐらい値段違うんですけども、なんで違うのというと、原価からしたらそこまで違いないんですけども、やっぱりロゴ代っていうかブランド代っていうのはねでかくなってくるんかなと思います。なんやったらですね、ノースフェイスが8000円、無印4000円、無印の方が半額やけど、糸の素材としては無印の方がいいです。それが蝶々面なんですよね。いい糸を使ってるからこんなドレープ感ある。で同じく選択肢ないけど、ノースフェイスの方はやっぱりちょっと硬そうなイメージってあるでしょ。こうやって振ってるだけでも硬そう。でもこの蝶々面の方は柔らかいんですよね。だから生地が分厚いとか薄いとか関係なく、とにかく柔らかくできるっていうのがこういった蝶々面なんですよ。でまあ無印の場合に関してはこれは薄いんですけどね、薄いから柔らかいって意味じゃなくて、糸がいいから柔らかいっていうところが正しい表記になってます。だから着心地の順番でいくと、ユニクロとノースウェス一緒で、その次無印が来て、最後ジョンスメドレー。これはもうちょっと特別やからちょっとあれなんですけど、例えば無印のあのシルエットはちょっと微妙やったなと思った方やったら、蝶々面とかで調べたり、スーピマコットンとかね、ギザコットンとかね、で中国のコットンとかで調べたりしたら、
からそういうのを扱った T シャツとか出てきますので、シーアランドコットンってやったら大体これのジョンズメドリー出てくるんやけども、そういった着心地を求めはる方とかはね、そういったところで買えるのがいいかなと思います。なのでイート使うとどうなるかっていうと、カジュアルでもドレスでもどっちでも合わせれるんですよね。で対して単面のこうガシガシしてるのってかっこいいんやけども、カジュアルにもう寄っちゃうんで、どっちも合わせるっていうよりかはもう思いっきりカジュアルで着るときはもうめちゃくちゃあり、公園で子供とガシガシ遊ぶときとかやったらこういった単面の T シャツとかロンティー合わせるのはめちゃくちゃいいし、逆にどっちも合わせたいなってなってきたらこっちの方がこういった蝶々面合わせるとちょっとカフェとか行ってもおしゃれな感じになるっていうようなね、素材感でもう全然変わってきます。特にこれから先って1枚できるでしょ、まあ、素材感ってえらい違うんですよ。せっかくスラックス履いて革靴履いてんのにユニクロの T シャツ着ちゃうと、なんか上と下バランス合ってなくねってなってくるんですね。なんか変じゃねってなってきて、なんでなんかな、それ短面やないかいと、それ短面短い糸でコットンやからそんなことになってるんだと、蝶々面選んだらドレスっぽく着こなせれるんだと、統一感出てくる、あなるほどなと、それ短面やからかっていうことでね、一つ分かっていただけたんじゃないかなと思います。で最後に、ね、おすすめの人いきたいなと思うんですけども、まずユニクロの方、これさっき言ったみたいにこうガシガシ着るとか、もうガンガン洗って風合い出していくとかっていうのには向いてる、デニムみたいな使い方するってなったらね、こういった短面であったり、あと US コットンもね、どっちかって言ったらアメリカの US コットンはガシガシ着るような感じなんで、まあ、チャンピオンの、T1011 なんかもそうなんですけど、まあ、そういったのはこうやってガシガシ着れますよ。で次ね、この無印のやつはですね、やっぱりこうちょっとドレスっぽい大人の合わせ方ももちろんできるし、カジュアルでも着たいっていう方なんかにはねめちゃくちゃ向いてるんかなと思うし、蝶々面の着心地がわからへんって方、一回ちょっとこれ着てみてください。あ、こんなちゃうねんなと、同じコットンでパッと見普通のただのロンティーで違いなんかないんちゃうかなと思ったけど、あこれは違うわと、たくさん言ってる通りやわと思っていただけると思いますので、別にまあこれは無印じゃなくてもいいんだけども、蝶々面のねコットンっていうだけでえらい変わってきます。で次ノースフェイスの方とかだったらですね、やっぱりこういったロゴがこう大事になってくると思うので、こうロゴをね大事にして、こう目立たせたいなとか、こうキャンプしたいなとか、イベントでちょっと目立ちたいなっていうなんかねいいかなと思いますし、で最後のこのシーアランドコットンのジョンスメドレーに関してはもう勝負の日です。もうこの日に勝負するんだっていう日、まあ大人やから何が勝負かもう分かっていただけると思うんですけど、勝負するんだっていう日は絶対これは女子受けしますっていうのも、やっぱ触った瞬間柔らかいし見た感じの風合いも違うじゃないですか。だから勝負するんだっていう時はもうこれで言ってもらったらいいんですけども、まあちょっと子供と遊ぼうかなとか、ちょっとイベントでねロゴ目立たそうかなっていう時なんかはね、逆にこれはね着ない方がいいんかなと思うんですけど、まあそういった感じで人それぞれに合ったね使い方していただくっていうのがいいんかなと思います。ということで、あロンティーとか T シャツでも実は素材の違いって、みんな口では素材がいい素材やとかって適当なこと言うんですけども、いやいや、そもそもの素材ってお肉食べててもそれが牛なのか豚なのかによって味とか使い方ちゃうじゃないですか。それと一緒、コットンもどこのコットン、アメリカのコットンなのか中国のコットンなのか、エジプトのコットンなのかっていうことで、その場所によっても全然違うかったり、あノーブランドのコットン、単面のコットンやなっていうことやったら、それそうちょっとガシガシした感じになるっていうことでね、そういったところで今回分かっていただけたんじゃないかなということで、本日はですね長袖4点の比較をさせていただいたという動画になってます。また別動画でお会いしましょう。ありがとうございました。